そもそもそのお芝居とか演技に出会った場所っていうのはどこだったんですかうーん何なんだろうドラマとか見てるって、うん、はいちょっとまねっこしてセリフ喋ってみたりみたいなそういうこう、うん、漠然とした、うん、こう興味というのはあったんですけどあそうなんですかうん、まあ後から考えたああよくそういえばそういうことをしてたなと思ってうんただ職業としては意識してないですよねう でまあ大学受験をしようと思っていろいろこう大学案内みたいなのをこうペラペめくってるとこう後ろの方にこうお芝居に関係するような学校みたいなものもちょっと出てくるんですよ。うん、で受験勉強の合間にそっち見てる間うちにそういや芝居やってみてるなってなんか途端にこうなんか急にそんなになっちゃって。うんはい、でまあ結局 なでですかねよくわかんなかったですけど、うん、なぜそこまでそんな気になっちゃったのか。だから大学事件とかも、すっかり,っかりね、親が、受けんだろうと思ってたが、なんか辞めるとか言い始めて。うん、それ、うん、親にしたらびっくりですよね。父親は特にびっくりしてましたけど、うん、まあしばらくはまあ、普段そんなに会うこともなかったんですけど、仕事の関係でね。はい。なんか、口聞いてくれませんでしたね。 ええ、高校生相手に、うん。うん、そうですね。高校生相手にね。うん、へこみますよね、親が完全に仕方してくると、うん。そうですね。なんか、うん、いましたね。大体いいバイトっつったら、やっぱ肉体労働が多かったですかね、現場で。うんっていうのが多かったんですけど、なんかだんだん見込まれていきましたね。<laughs> 最後僕、<laughs> 工事主任っていう名刺持ってましたからね。<laughs> 現場監督やったんですよ、最後。結構長くやられましたね、そしたらそれは。なんかね、うん、図面見ながら、なんかね、日課カボの履いたおじさんとかに、はい、ここのところもうちょっとあれしといて、こうしといてって、なんか最後言ってたんですよ。うん。これはちょっとまずいなと思って、そのうち本当に社員にならないかとか言われ始めましたね。こ <laughs> っちの花が咲き始めて。うん、でもね、やっぱりあの、世の中バーブル期にちょうどありましてね。はい、はい。これで、これちょっと、あの、いいかもなんて、 思った時期もありましたよね。うどうしようかなと。このまま役者やってるよりはこっちの方がいいんじゃないかみたいな。ちょうどそういう、こう、ぐらついてる時にはですね、うん、そういう話がよくあるんですよ。ー仙台の川鉾屋さんのなんか息子がなんか東京に店出すから、そこの責任者になってくんないかとかね、そういう話もありましたけどね。<ー>なんか色々あって。 いや、不安定なことやってるよりも、そっちの方がいいのかなーってちょっと迷ったりしますね。悩時期ですね。悩みますよね、<ー>ちょうどね。で、うん、25、五6でそういう事務所を紹介してもらい、<laughs> はい、そこからちょっと仕事が。はい,はい、はい。そうですね。